安倍総理大臣は新型コロナウイルス特措法の成立を受けて記者会見し諸外国と比べ日本の感染者数は抑えられているとして現時点で緊急事態宣言を出す状況ではないとの認識を示しました万が一のための備えをするそのための法律であります緊急事態の判断にあたっては専門家のご意見も 伺いながら慎重な判断を行っていく現時点で緊急事態を宣言する状況ではないと判断していますその上で安倍総理は事態は時々刻々変化している高い緊張感を持って事態の推移を注視し必要であれば手続きにのっとって法律上の措置を実行する考えだと述べました

経済を安定した成長軌道に戻し大胆なメッセージ性の強い対策をしていかなければならないと語りました一方で消費税の減税については世界経済の動向も注意深く見極め必要かつ十分な経済財政政策を間髪を入れずに講じていきたいと述べるにとどめ直接の言及を避けました